こんにちは、デリッシュキッチンです。エイミさんリクエストありがとうございます。本日はたらこのパスタ作っていきたいと思います。まずはたらこの皮を切って、包丁の背の部分を使って身を剥いでいきますと、簡単きれいに皮だけが取れていきますので、やってみてください。それではソースを作っていきたいと思います。たらこに牛乳、めんつゆ、昆布茶、マヨネーズを加えていきます。そしてよくかき混ぜていきましょう。そちらのソースに茹でたパスタを加えていきましょう。バターを加え、全体的によく混ぜ合わせていきます。バターなどが残らないように混ぜ合わせたら出来上がりです。お好みで刻み海苔、大葉、卵黄を付け合わせてみてください。参考になりましたら、いいねかチャンネル登録をお願いします。お料理のリクエストはコメント欄にお待ちしております。 Thanks for watching. See you next time. Bye bye.